こんにちは、竹村です。ですね、シビック FL4 を借りてきました。無事駐車場から出してもらったんですけれども、2リッターのハイブリッド車、かなりパワフルなんですけれども、ちょっとこう、非常レビューですね、また やりますんで、よかったら一緒に見てください。すいません。それじゃあ、シビック FL4 を試乗やらせていただきます。駐車場からちょっとこっちの方まで、運転してきたんですけれども、なかなかね、乗り心地がいいです、ぶっちゃ。それでね、靴が落ちてる。なんて言うたらええんかな、早いのは早いんですけど、すごくこう、なんかね、エレガントなんですよね、走りが全体的に。ただね、ゼロ発進の時の、こう発進する時の車の加速のパンチ力、すっごいです。馬力がね、184馬力、5000から6000モーターですよね。で、エンジンの方の馬力は141馬力で、6000回転。ピークパワーですね。で、モーターの方が184馬力、5000から6000回転ピークパワーで、トルクがね、びっくりするぐらいでかくて、32.1キロですね、ピークパワーが0回転から2500か2000回転までですかね。で、ガソリンのエンジンの方のトルクがピークパワーが18.6 やったかな、ピークパワーが4000か5000です。またあれに入れておきます。テロップの方に。で、車重が1460キロで、VAB とほぼほぼ変わらない感じですね。で、乗り心地、ぶっちゃいいです。なんて言うたらええんやろ。足はね、割にね、ぴったりな減衰セッティングで、扁平が薄いからちょっとゴツゴツ感はあるんですけど、足がすごい滑らかのしなやかなんですよね。また阪神高速行った時に、そのまあちょっとこう足の粘りとかもまた確認させていただくんですけれども、すごい本田さんものすごい力入れてるなっていう感じはいたします。で、ボディ剛性はボディは固めですよね。硬いと思います。ただこのウインカーの音ちょっと変えられへんかな。カッチッ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 、ちょっと音でかいかなみたいな。シビック FL4 燃費です。それでですね今日はね、狭い道は、まぁ、ちょっとやめておきます。ちょっと下道ぐるぐるっと回って、で、僕の家の車庫入れ、やって終わりたいと思います。それとまた阪神高速持ってって、また後日またベッドアップさせていただきたいと思うんですけれども。このハンドリングなんですけれども、FL1 の時は車速が、やっぱ変わるか。でもね、FL1 の時よりもこのハンドリングのその違和感っていうのはだいぶ少ないです。FL1 はちょっとね、なんか、異様に軽くなってたような感じはするんですけど。まあでも、これも車速が遅くなるとちょっとハンドリングはだいぶ軽くなりますね。で、40キロぐらい超えてくると、だいぶ、もう走り出すともう重たいですね。でも違和感ないわ、FL1 の時と比べて。いい感じ。で、このウインカーの音ちょっとでかいですね。カッチッ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 って。それでね、快晴働いてますよね。
アクセラーなしたら軽く回生かかって、全然ねその嫌味な回生じゃないですね。いい感じいい感じ、早い、さりげなく早いです。それでこれパワー電動パワーシートなんですけど、だいぶねドラポジねだいぶ上げられますよ。これこう横になってるバーをこう手でこうやったら、両手でこうやったらビューって上上がるんですけど、だいぶドラポジちょっと高くしたらだいぶ運転しやすいですね。おやっぱりボディ硬くて足しっかりしてるわ。足しっかりしてんねんけど乗り心地がいいという、すごいな。やっぱり新しい車ってすごいですね。くぐられへんのかあの車、ここトラックういっしょ。あ、そっか、走り出したらすぐハンドルが重たくなるから、めっちゃ重たくはないですよ、から違和感ないんかな。ほぼほぼで、ね、車速が10キロ未満ぐらいになったら、軽くなる感じかな。どうなんやろ。まだ重い。まだ。やっぱ10キロ未満になったら、ちょっとハンドル軽くなるところやから、そやから、なんて言うんですかね、FL1 よりも違和感がないっていう感じでしょうか。めっちゃ速いです。多分ね、エンジンの回転数的にはなんぼやろ、2000ちょいぐらいやけど、めっちゃもう後ろからボンって押されてるみたいな感じの加速です。でブレーキがねめっちゃなんかねいい感じ、ブレーキのタッチが。これでいけるんかな。自動運転自動運転無理ですねすいません、キャンセル。おー、やっぱシビックいいですね。FL5 もっといいでしょう。 FL5 多分でもね、マシ溶接してるからもうちょっとボディ硬いかなっていう感じなんですけど。じゃあ、僕の家へ向かっています。めちゃくちゃ運転しやすいですよ、ほんま。これはいい車やな。 FL1 も良かったけど FL4 もかなりいいです。もう静かやしね、静音性がすごいいいです。これね多分ドライブ楽しいと思いますよ。多分 FL5 はもっと楽しいでしょうね。まあ FF やけど、でもこれは、運転しててすごいなんか楽しいなって思えますね。なんか自分がもう、僕運転下手なんですけど、運転がもうものすごく上手くなったような、気にさせてくれます。じゃあこれからちょっと人通りの多いところを通ってみますね。なんやろうね、なんていうんかな、なんかめっちゃ軽やかですよね、ほんまに。こう走りが、2リッターの車乗ってるいう気がしないです。すごい車が軽やかやから。ういうい
し、うん、このハンドリングもいいな、ほんまいいな、なかなかやな。うん、よく曲がる。やっぱ運動性能いいですね、すごく。もういい、うん、乗り心地が特にやっぱりあのね、こう嫌な感じがしない、乗り心地に関しましてはすごいいいですね、これは。あ、人通り多いかと思ったら人通りそんなないですね。さっきのこれ借りてきた駐車場付近の方が人通り多かったかな、大黒町なんですけど。もう運転しやすいな、ほんま運転しやすいわ。さあ、そしたらもうすぐ僕の実家の近くなので、センサーですね、あのソナーのセンサーとか、あー、どんな感じかちょっとチェックしてみましょう。救急車なんでや、よし、早い、何し早いですね、ほんまに。いい感じ、いい感じ。最近日暮れるのむちゃくちゃ早いですね。もう影が長くなってきてる。よいしょ。さあ、実家の方にやってまいりました。車庫入れはやりやすいのか、ちょっとやってみましょう。それじゃあ車庫入れやってみます。リバースがこれですね。ノーズがねやっぱ長いからね、どうでしょう、前のノーズ、前のノーズ 1m、 まあ下がってるから、ちょっとこうこっちのノーズはマージンちょっと空いてくるんですけど、完璧入らないですね。このコースはちょっと、このねバイクがね、バイクのボックスがちょっと邪魔なんですよね。でこれで一回切り返して、うん、このセンサーはあれやね、あんま嫌味じゃないですね、そのアラートが。なかなか。うん。うん。やっぱりシーク、でかいからあれなんかな。めっちゃ切り返せるか、見て。よいしょ。いけました、いけました。いい感じ、いい感じ。よいしょ。あ、でも入らん、うちの車庫。長いねや。マジか。ちょっと降りて見てみましょう。とですね、VAB と後ろのクリアランスそんな変わらないんやけど、シビックの方が長いんかな？ちょっとノーズ出てますよね。うん。なんでや。シビックの方がでかいんか。FL5 は無理っていうことですね。買わないですけど。うん。もうちょい後ろ下げたらよかったかな。以上、シビック FL4 の試乗レビューでした。すごくいい車です。なんか運転がすごく上手になったような気になって、すごくあの運転も楽しかったですね。で、このパドルシフトもいい感じでした。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。